な日々が過ぎ、耳鳴りと大地のようにうずくまって届かなさを思う、届くことなんて英語にないし、それはとても尊いことだと思う。違う世界の生き物、例えるならば二次元と三次元、時間と悲願とにかく違う、異なるロジックで作られた二人が同じ空間にあるなんておかしいなって思ったけど、街を見下ろせる展望台に立ち、闇に満ちる月と街明かりを即席で映し取ったこと、山夜中の強い風、I'm not
水色の線を濃くに引く。いつからか憧れも汗で白かったもやの中で傘を手に焼いてる頬の手を振った。君は歯に噛んでと言ったと同意を白に凝らせてた。さよならなんていらないと思った。ここにある前と次の間で手をつないで、その細い手しゃがみ込んだら立てる。絵になったもやはさらに立ち込めた。綺麗さ、その綺麗さ。空は群青を食べらせてた。初めて絵を描いた日の気持ちを思い出せたような感じがした。本当はそんなのもどこにも繋いで透けそうな手、私と君の存在を隔つもの、触れ合った君でもなった瞬間は遠くに消える。見たもの、聞き取ったもの、消えるもの、見願いを込める。しそうに目を伏せても濃くに消える。見たこと、見とったこと、見えたこと、全てが夢のよう。一秒前を後にしたものが後にあったなんて信じられる。
しまう。そんな気がして
Thank you.
Yeah.
なんて